지고요. 토끼나 돼요. 하이하이하이. 민나 엄마 식당에 오래 노동그. 노동그로さん, 마타마타 토끼나니 아이니 키테 쿠레탄데스네. 토끼나 아이타카타 데스요. 이야, 오래 베치 아이니 키타토가 아이타이토가. 데모 솔직히니 이마스. 노동그로さん가 야테키타 이코르 ちょっと 이야나 요감가 스루노모 고레 마타 지지츠 노데스가. 今回はどんなご用件で？いや、あのさ、お前ってどっちかっていうと単純っていうか、何も考えてない脳内平和への参加。脳内平和で何が悪いんですか？相変わらず口は悪いですね。時菜は素直なんです。いや、そういうところな。俺はお前の頭を使って考えた方がいいと思うわけ。 時菜だって毎日毎日あんなことやこんなこと考えたり考えたり考えたり。で、今回俺が用意したゲームがこれだ。読んで。のどぐろの挑戦状ウミガメのスープゲームやってみた？はい、よく読めました。お前さ、水平思考ゲームって知ってる？知らないや概念にとらわれずに いろいろ視点を変えて自由にアイデアを生み出し答えを導き出すっていう。ああ、俺なんかはまあ普段から性能や概念にとらわれないスタイルなんだけど。平思考って具体的には何をするんですか？いや、俺が今から問題を出すから、お前はイエスかノーか関係ありませんのどれかで答えられる質問をしてほしいのね。 で、質問を重ねていくことで答えを導き出すってこと。 OK? OK! トキナは質問をするなんと来いです。はい、じゃあ問題。ある船乗りがふらっと立ち寄ったレストランでウミガメのスープを頼みました。ウェイトレスが運んできたスープを 一口飲んだ船乗りはとても驚いた表情を浮かべ、そのウェイトレスに「これは本当にウミガメのスープですか？」と聞きました。ウェイトレスの「はい」という返事を聞くと、船乗りはそれ以上スープを飲むことなく店を出ていきました。そしてその夜、その船乗りは自ら命を絶ってしまいました。 どうして船乗りは自ら命を絶ってしまったのでしょうか？ はい、のどぐろさん！ うん、そんな悲しい結末、時菜は嫌です！ いや、そうなんだけどさ、これフィクションだからな。フィクション、そっか。ゲーム、ゲーム。じゃあゲームっていうことじゃ納得いかないですけど、じゃあ質問していきますね。どんどこい。そのウミガメのスープは 美味しいですか？ 美味しいかどうかは関係ないな。 じゃあ、のどぐろのスープは 美味しいですか？ え？ いやいやいや、お前、関係ないからそれ。俺への質問だからな、それ。違うから。じゃあ、その男の人はウミガメだった。関係ないな。人間なの？ Yes。 人間か。 でも自分でスープを頼んだわけじゃないですか。でもそれが本当だったら悲しかった。どういうこと？どういうこと？うん、そのウミガメさんはその男の人が昔助けたカメだった。関係ないな。ええ、なんだ、わかんないぞ。その男性はカメさんの仲間リクガメだった。関係ない。 なんだろう、なんでなんでなんでよ。その男性はウミガメを食べないということをモットーにしている。食べたな、食べた。<笑>そうだよね、自分で注文してるもんね。なんだろうな。じゃあその男性がその晩ウミガメの涙の出産シーンをテレビで見てた。
今までウミガメのスープだと思って食べていたものが違ったってことが分かった。はい。え、それが正解？違う、正解ではないが、うん、はい。え、はいなんだ。はい。今まで船乗りでウミガメのスープを飲んできて、ほんと、じゃ何？でもさ、そんな悲しくないじゃないですか。あ、でも、あ、わかった。今まで船乗りとして船に乗っていて、仲間からもらっていたスープが自分だけ違った。だから仲間外れにされてたってことに気づいた。仲間外れは関係ないな。なに？じゃあ、今まで自分が捕獲していたカメはウミガメではないということに気づいた。関係ないな。え、さっき正解だったんですよね。さっきの質問は。うん。今まで自分が食べてたウミガメがウミガメじゃなかった。それは正解。正解。うん。なにそこからでしょ？うん。全然わかんないんですけど。今まで食べてたウミガメがウミガメじゃなかった。ウミガメじゃなかった。あ、今まで食べていたスープが人骨のスープだと気づいた。え、正解？嘘でしょ？正確に言うと、船乗りは、かつて数人の仲間と海で遭難をした時に、食料がなく、仲間たちは生き延びるために尽きて死んだ仲間の肉を食べ始めたが、船乗りは固くなに拒否していたと。見かねた仲間の一人が、これはウミガメのスープだからと嘘をついて船乗りに食べさせた。はあ、それをレストランで知ってしまい、真相を知ってしまったと。なんか本当に絶望っていうか、正解したけどショックで。おいおい、ノドグロじゃなくて白グロになってますけど。トキナは絶望しても強く強く生きていきます。いや、オリが考えたわけじゃなくて、こういうゲームなんだって。強く